はクイーン・オブ・アイスの仕業ね。いえ、カリン様、これは刀傷です。刀傷？あれ、こいつってハートソン男爵。ハートソン男爵？あの、裏からレジスタンスを利用してたやつ。それがどうして？待っていたぞ、ライガー。王か。ここにいれば必ず来ると思っていたぞ。勝負の続きだ。バカな、なぜ傷の手当てをしていない。それにハートソン男爵がなぜ死んでいる。この俺が殺したのさ。今さらおじけづき、カリバン王と共にデビルゴーレムと戦わねばなどと言うからな。これでもう後戻りはできなくなった。私にはもうライガ。お、バカを言わないで、状況がわからないの。黙れ、誰にも邪魔はさせんぞ。カリン様、どうか先に行ってください。ライガ、主の護衛の任から離れることが万死に値することは分かっております。しかし王家との決着は私の手でつけねばならぬのです。ライガ、分かったわ、行きましょう。アツマ。けど行くのよ、アツマ。分かった。さて、邪魔者は消えたな。王家、私は悔いているのだ。なんだと。幼き頃、私たちは仲のいい兄弟だったはずだ。それがどこでねじ曲がってしまったのか。共にがむしゃらに剣を振るい競い合っていた日々、もう一度。あハ本当に今さらだな。せめてその言葉、京都での戦いの時に聞きたかったぞ。構えろ、ライガー。もうごたくはいい、剣で語れ。俺たち兄弟のつながりはそれ以外にはない。仕方あ、行くぞ王家。
私は強いわけではない。強くあらねばならぬのだ。そうか、それが私と兄上の強さの違い。おうか。さあ、雷がとどめを。呆れた甘さだな。その甘さこそが無慈悲だと、なぜわからぬ。ならば仕方あるまい。カリン様。オーカー。なぜだ。こうでもせねば、お前は俺を切らぬだろう。せめて死に際くらい選ばせろ。それはだ。オーカ。ライガー、行くわよ。カリン、ちょっとさすがにひどいんじゃないの。だってライガーのおっさん。黙りなさい。のライガー、あなたがここでとどまり悔やむことはオーカの死への冒涜。それをわきまえなさい。ギョイ、参りましょう。次に奴がいるぞ。